さあ、マスターリーグ続きやっていこう。はい、ということで今回ですけども、ブラジルのセリエ B 第8節コリンチャンス戦、そして第9節バスコダガマ戦、この2試合やっていきたいと思います。はい、前回裏での5試合は1勝2分け2敗ですね。そして前回の結果によりクリアバー15位ということでね、もう最悪ですよ。スタートラッシュをね、まあ切っときながらこれですからね、もう本当に想像してない結果。まあ今回コリンチャンスね12なんで近い相手なんで、ここで勝てればまあ浮上のきっかけもつかめますし、まあいい順位いけると思うんでね、ここで勝つことだね。本当コリンチャンス、コリンチャンスまあまあ強いからね、まだ失点しないことです。次の試合無失点でいくことが大事。はい、そして今回からも 4-3-3 にします。もう前回 3-4-3 でね、もう完全見て皆さん絶対分かってると思うんですけど、あまり全然うまくいってないんで、はい、今日このスタメンでいきます。ゴールキーパー中村康介、左からトラウコ、ダビオルイス、マドラスで、右アフメドフです。スーブランチにダルメイダ、ブルーノコスタでトップ下タリスカで、右にマルティノス、前田でビチーノですね。まあこのフォーメーションなんですけど、まあ結局は守備陣ね、みんなサイドの選手下がらせて全体的にもう下がりますから、前からね積極的に行く守備はもうやめます。あのね、やめましたね、もう前回からもう絶対かわされるんで、もう今までの試合もう3もうね3-4-3でやった試合大体もうみんなかわされてね、全部剥がされて真ん中に入れて全部失点してるんで、もう今回に関してはもう真ん中ガチで固めますということでやっていきます。まあ、結局ね、あれでやってみないと、3-4-3もやってみないとさ、結局わかんないからね、本当にうまくいくかいかないか。だからいろんなフォーメーションやって、このフォーメーションが良ければそれでいいしね。なのでいろんなフォーメーションこれから試していって、クリアバにね、本当あったフォーメーションちょっと試していこうかなと思っております。ということでやっていきましょう。コリンチャンス強いから。さあ、コリンチャンスのホームですね。今回コリンチャンスまあまあ強いからな、普通に本領発揮してこられたらちょっと困るね、コリンチャンスに関しては。まあ、戦力も結構弱まってるからね、コリンチャンスも。まあ頑張れば勝てるでしょう。さあ、もう2年連続で本当に残留なんてこと嫌ですよ、本当に。もうこのシリーズの終わりがね近くなってきますから、ね、本当そんなことしたら。オッケーよ、こっちにうまくいってんぞ。さあ、タリスカのボール、タリスカ来た、前田ヘディング押し。さあ、ここでアフメドフ、アフメドフ右サイド今日使ってます。アフメドフ右サイドでも全然いいな、これは。さあ、クロスやってきた、危ないよ、中ヘディングか、危ない。トラコ、そう、トラコ、さあビチーノ来た、ビチーノクロス、中前田来い、うわー、前田そこ飛び込まなきゃダメだな。前田、トラコ行け、トラコ行け、トラコ、トラコ危ない、中入ってきてヘディングか、危ない。タリスカ、タリスカクリアしろ、クリアしろ、タリスカ、あー危ない危ない、シュートー、タリスカクリアできない。もうこれじゃん、もうタリスカクリアしろってね。クリアすればいい話なのに。ここだよね、もうすぐじゃん、もうすぐクリアすればいいんだよ。もう体制的に厳しかったけどさ、うん、もったいない、いやーもったいない、ほんと自分たちのミスからだもんな。やっぱ3-4-3にしてから攻撃の人数かけられなくなってるから、やっぱ迫力なくなってきてるね。前田変えます、ちょっとね、ダメだ、前田の裏抜けはちょっと今回は外れだったね。今日イグワイン入れます。イグワインとかもうほんと新戦力組もっと覚醒してくないとこのチームダメですよ。もうちょっと待って、ちょっとちょっと、オープンで、もうやめろ、逆サイドか、危ない、いやー、ブルーコスタ、コスタ、よし、コスタ弱いよ、お前、この辺り、おい、待って、シュートー、コスタ弱いって、もう、そこの辺り、何それ、取れたじゃん、もう、今、コスタ、ここだよね、取れたじゃん、ここで取れたもんだって、もう、お前はそこの取り切る部分が弱い、本当にダメ。よし、ビジネ書いて、ベラヒン入れよう。こんなひどいか、今回は。ちょっとひどいな、これ、ちょっと解決策が分からん、全然。さあ、やばい、危ない、キーパー出てこい、出る、中村、中村、よし、コスタ、ダルメイダ、ダルメイダ、よし、いけ、イグワイン、イグワイン打って、イグワイン、うわー、いやー、2対0、いやー、もう結構勝ちないでしょ、これで。いやー、ちょっとこれ、QPR 以上のこれ、クリアバひどいな、これ。いや、今までのマスターリーグで一番これ、きついですよ、今は。なんなんでしょうね、これね。これじゃ、すごい強いけど、こっちもこっちでさ、選手層の薄さというかさ、もう全部の部分で負けてるもんね。まあ、これはもう1試合ずつも改善していくしかないね、本当に。いやー、これはひどいわ。ちょっと17位か。これもしさ、今シーズン2年連続で残留するようだったら、ちょっとマスターリーグ今回で終わろうかなと思います、本当に。これはひどいわ、ちょっとね、2年連続もね、残留したら俺のメンタルももかんから、ちょっとこれは本当に今シーズンも消化決めましょう。じゃないと、このシリーズの存続が本当に危ういです、本当に。本当にやめるかもしれないから、これ本当次切り替えよ、マジで。あ、ベラヒーノ来たね、覚醒器。オッケーオッケー、よし、じゃあベラヒーノ今出すか。ベラヒーノ申し訳ない、じゃあビチーノ申し訳ないけど、ベラヒーノ今出すわ。ベラヒーノ戦法で行くしかない、これは。ベラヒーノが正直いいかもしれないからね、結局。はい、今日このスタメンでいきます。ゴールキーパー、ハハワイを、今日ハハワイを使います。中村康介も好調ですけど、あまり最近調子良くないで、左トラウコでバルトラ、ダビデルイスでアフメドフでツーブランチにマリーノとタナソンでトップ下タリスカ、右にマルティノス、前田で左に絶好調の覚醒来ているベラヒーノ使います。昨シーズン良かったからね、終盤ね、終盤かなり良くなってたんですけどね、なぜかこの開幕からね、調子が悪いという状況続いておりますけども、これはもうね、もう1試合ずつもう良くしていくしかないよ。もういきなり良くはならないからほんとね。なのでちょっとバスコダガマ苦手ですけども、これ勝って本当にもうどんどん勝ち積み重ねていくしかないから、昇格にはね。はい、ということでやっていきましょう。
いや今までさちょっとスーパースターでね2部とかやったことなかったからね、 KPR の時とかもう最初からトップでやってたから甘さが出てるね完全にね。やっぱ最初から厳しい環境でやってないからこういうことが起きるんだよね。ベラヒーノ覚醒期ほんと来てるから今楽しみですよ。ベラヒーノ彼が伸びれば結構いいんじゃない。クイアバーよーしやっていこう。これもう勝って終わろう。本当に今日は勝てないと本当に今日は終われんぞ。本当に入ってきて危ない中アフメド、アフメド負けんな。クロス入ってきて危ない。タリスカおいシュート危ない。ハーフマイルナイス。そうだ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 。あーやばいシュート危ない。ハーフマイルナイス。トラコよしダナソンもっと上がってこい。よしよし来たそっちか。よよしよしベラよータリスカうわいや前半無失点で置いてますけどね。だバスコダガマだからだよこれ。これほんとコリンチャンスとかね当たったら本当にこんな前半のゲームじゃ済まされんから、ちょっと後半切り替えよう。マルティノス、マルティノスよし取った。マルティノス取って前田行け。そうよしタリスカ、タリスカよし前田来い。前田前田来てよっしゃ来たー前田よっしゃやっと来たー。タリスカから前田素晴らしい形やっとかよもうつらかった今までつらかったです。本当にこの1点取るまでが本当長いわ。これスーパースターなのか本当に。これ恐ろしいね。よかったよ。でもタリスカから前田一つの形できました。これでこういう形をちょっと目指したいよね。タリスカからここで引っ張って前田オッケー素晴らしい前田。ベラヒーノは結構いいよ。ベラヒーノさあトラコ、トラコ行けなんかクロスよし来た前田よしマジで本当スーパースターもね多分2点ぐらいは限界だからね。本当に1点失点したら終わりよ。さあタリスカ来た、タリスカ打て左足シュート惜しい。オッケーオッケー、そうそうそう、よし変えましょう。前田に変えてイグワイン、ダルメイダ変えようか。ダルメイダとタナソン変えましょう。プレーメーカー同士の交代ということでマルティノス変えてビチーニョ入れようか。ビチーニョと右へ試します。ビチーニョか、ビチーニョのスピードなのか。アフメドフおいひどい、これひどいひどいだ。もう削り屋番だのお前ら、削り屋集団なのこの野郎。タリスカもう蹴れ、これは決めちゃえ、もうお決まり、オーケー。このゲージじゃない、タリスカ、よっしゃ、来たー。タリスカ、フリーキックからゴール。タリスカ、今シーズン4点目、素晴らしい。タリスカ、大きいね、ほんとね。タリスカの加入は結構でかいかもしれない。この素晴らしいフリーキックよ。キーパー全然動けず。タリスカも PK も決めちゃう、フリーキックも決めちゃう。なんでもできんの、これ。素晴らしい、ファンタスティックなフリーキックが来た。タリスカ。よーし勝ちました。バスコダガマで勝って2対0。やっぱりちゃんとね、ちゃんと戦術組めば絶対勝てるからね。ちゃんとブロックしてばね、だんだんこのフォーメーションやっぱり機能してきたから。433ね、これをちょっとねどんどん1試合ずつね成熟させていって、ちょっとね昇格狙いにいけるね。順位までいきましょう。これ全然いける。よーし勝ちました。オッケー、やっと勝ちましたよ。9節にしてあと3勝目ということで15位浮上ということで、まあ勝ち点はまあシュート、アトレチコ、ゴヤニエス、シュートの勝ち点差9だからまだ全然いける。勝ち星を取り戻せばまだ全然いけるんで、失点減らそう。失点減らしてちょっと 1-0 の勝負増えちゃうけど、まあそれをちょっと狙いに行くしかないね。これはいや今回よく勝ちましたよ本当に。まあコリンチャンスは仕方ないけどね、序盤だけでは調子悪いの。本当に今まで QPR の時も序盤調子悪くて中盤らへん良くなったんで、次ですね、次ブラジルでペルソス2位だから、ちょっとブラジルでペルソス2位だけどちょっと飛ばしますね。本当に今シーズンは飛ばしていかないとね。まあ昨シーズン3000やりましたから、はい。なのでブラジルでペルソス、ロンドリーナ3位、そしてオエステ、パラナ、そしてスポリチレシフェは僕が裏でやっていきます。はい。なので次はでも7月1日かな、移籍期間からですね。それかもうこの24日終わってからのこの25日あたりからやるかね、どっちかですね。次移籍だからね、本当にちょっとここまでに勝って移籍を貯めておかないとまずいから。株組織またね新たに入ってくるかもしれませんしね。まずあれだな、次キーパーの補強だな。キーパーちょっと中村厳しくなってきたね、とうとうね。中村まあ昨シーズン結構止めてたけど、そろそろ限界来てるから、キーパー1人いいの獲得するしかないのかもしれないね。バルドミノをちょっと放出して新たなキーパーを獲得するからね。あとテコ入れするとこってどこなんだろう。右サイドとかかな。右サイドのちょっとウィング弱いっすよね。マルティノスだけじゃちょっと弱いところあるから、新たにもう少しウィングを増やす。いやでも金森とかもできるもんな。ウィング増やしてもあれなんだよな、あまりね、あまりメリットがないというか厳しいから。まあ今シーズンもしかしたら補強しないかもしれませんね。まあそこはちょっと次の動画までちょっと考えます。私がどこね補強するか、そこはちょっと考えながらやっていきたいと思います。はい、てな感じで今回ここまででご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。See you。さあ夏に向けてもうそろそろ負けられんぞ。本当に移籍金もう貯められないから、貯めないといけないからな。さあマルティノスからアフメドフは桜咲いてきて、さあ前田来い、前田ヘディングシュート、前田来た、オッケー。アフメド素晴らしいピンポイントクロスから前田絶好調か。オッケー前田いいじゃん。あー前回の試合に引き続きゴールだね、2試合連続ゴールだ前田。オッケー、アフメドフのボールいいっすね。やっぱりアフメドフ鉄板かなこれ、右サイド。ここだよね、アフメドフの突破からここのクロス素晴らしい、前田にドンピシャ。バルトラスピードはあまりない。バルトラ、あやばいやばいやばい、ビタギ危ない、シュート来た、あーシュート、あー同点、ブラジルでペルタス15オリベイダ来てしまった。いやーバルトラのここの対応だな。そしてミラーギこれ頑張ったんだけどな、うわーここで押し込まれた。いけベラギ中、前田走れ前田走れ前田どこへ行く君は。
さあ行け、タリスカ、よし、タリスカ行け、シュート、よっしゃー、タリスカ勝ち越し、素晴らしい、今シーズン5点目タリスカ、この男はすごい、いいね、タリスカ、これだよタリスカ、君に期待してるの、タリスカのこの決定力は折り紙付き、オッケーオッケー、タリスカでけえよこれ、ちょっとベラ前田のちょっと走る位置がおかしかったけどね、これでこの裏抜けですよ、タリスカこれで決定力は抜群のシュート、よしよーし、勝った2連勝、素晴らしい、ブラジルでペルタス2位を下しました、オッケー、タリスカでけえな、やっぱタリスカがね、結構裏2列目から飛び出してくることって結構得点力上がりますよね、素晴らしい、コスタ危ない、コスタ行け、危ない、シュートー、ロンドリーナ先制、ペドロ課長、うわー、ロスタイムだよ、止められたな、スコアもうファールでも止めなきゃダメだよ、あれはこれタナソンとブルノコスタも、なんでタナソンとコスタって突っ立ってんの、そこで戻んなきゃダメじゃん、頑張れ、いやロンドリーナに1対0の敗戦、いやでもいい試合だったよ、内容良かったんだけど最後ですよね、最後耐えきれなかったね、もったいない、そうダビド・レイス、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 シュートー、オエステ先制、クレネル来てしまって、ダビド・レイスの裏だねこれ、いやこれはもうしょうがない、ここでちょっとくっついちゃったんだもんね、ダビド・レイスダメだな、この手、いやオエステに負けて2連敗、センターバックの裏ちょっとどうかしないかダメだな、あれはもうついてちゃダメだね絶対、よしマリーノ行け、マリーノもう上げて上げて上げちゃ上げちゃ、マリーノクロス、よし来た、ヘリングシュートー、コナテー来た、オッケー、コナテ素晴らしい、今シーズン1ゴールか、コナテの今日前田ねちょっと不調だったんで変えましたけど、コナテにね、コナテ素晴らしいヘリングだ、ここだね、マリーノが上がってきたんだよね、ここでやっぱマリーノ右いいね、右で上がってくるとやっぱ破壊力出るわ、素晴らしい、コナテのヘリングシュート、いやーなんか危ない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 、おいしょシュートー、パラナ同点、ザギトフ、この人結構もう前から決めてるよな、パラナ、ここで縦パス入れられて、こっからだな、こっからちょっと連続プレスかけちゃったんだよな、もったいねえよ、もうビラギ、よし、さあビラギ行け、ビラギ中クロス開けて、さあ中ヘリングシュートー、コナテ2点目勝ち越し、素晴らしい、今日コナテ2点だ、前である今コナテがいいのか、いやコナテだね今ね、一番いいのはこのセネガル人、素晴らしい、いやビラーギのクロスですよね、この新加入のビラーギ、ビラーギはちょっといいボール持ってるような、トラコとはちょっと違うボール持ってる、素晴らしいヘリングシュート、さあドリス、よーし勝ちました、素晴らしい、これが3試合分ぐらいの勝利です、いやーオッケー、コナテの起用が当たったな、ちょっと今後はコナテ使った方がいいかもしれんね、これね、マルティノス、マルティノス、まだある、まだキープする、マルティノス打て、マルティノス左足のシュート、オッケー、ベリーノ、よーし取った、コナテ取ったよ、コナテ、よしよしよし来た、ハリスカ打て、いやシュート、うわーし、キーパー蹴ってくるな、キーパー蹴ってきたらチャンスなところに出てきた時、バルトラ、よーし行け行け、さあ行け、チャンス行け行け、マルティノス、よし行け、マルティノス、キーパー出てるぞ、キーパー出てるぞ、キーパー出てるぞ、よし、まあ、よしよしよし、うわーし、キーパー出したのにもったいねえな、ビラギ、そう、行け、出せ、クロス、よし、こなって、よし、決めろ、うわー、こなって、よし、ちょっと、アフミド取って、よーし、行け、よし、ベラヒーノ行け、ベラヒーノ行け、ニア、ニア、うおーし、ベラヒーノ、いやー0対0、スポリチウエーシーの0対0です、攻めながら、結構攻めてやりたい、いい形は何回も作れましたね、これ、うん、いい試合だった、無失点だったしね。